西両穴駅。これが、こえー、ちらルアーかナな。プラシっていうところの、一番、下ですね。真ん中辺の下、西ルアーナ駅に着きました。この場所は、この、なんていうかな、ゴンドラっていうかな。この乗り物がなかなか優れもので、これに座る。座って、スカイブの。ページダウンを押すと、視点が変わるんですよ、ぐーっと。なるほど。それで、ちょっと今、画面の裏に行っちゃったけども、それで、上向きの矢印、行くと進み始める。それで、到着すると、立ってくださいって言ってくるんで、立つ。っていうふうになったんですよね。進まない。そして、こ進のま上、ない。このゴンページドアッラはプ。ちょっと乗ると気持ちがいいんで、これ、何？どっか触った？どっか触っページて。ダウン、この、ページアップでいいの？進むのはどうするの？これ。進むのはね、上向きの矢印。上向き矢上向印。きの矢ページアップだね。あ、矢印ね。はい。そうそう、上進ん向だ、き矢進ん印。だ。そうそうそう。はーい。そう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 。じゃあまあ、後の人は飛んでいきましょう。乗りたかったら乗ってもいいし。射撃大会やってる。それで、みんな来たかな？また。こにいるのかな、今。また向かい。この下に見えてるのが、これもお城なんですよね。ああ、入れた入れた。入り口ありましたね。個人のうちなんですね。なんかね、ちょっと町。イスラム教的なお寺ですよね。この上かな。イスラム教じゃないのかな。かなさんどこだ？ここまでしか来れなかった。じゃあ、もうちょっと先に行きましょう。もうちょっとだけ。扉を開けて、よいしょ。で、西ルアーナ中央駅っていうのも来て、で、真正面に見えてるのが、ブラッドストーンキャッスですね。ただまあ、あそこには侵入はできなくなって、できないんで、侵入。さあ、皆さん、その次行きましょう。ここにも、なんていうかな、よいしょ。ゴンドラっていうのがあっあ、またゴンドラ。て、うん。あ、あるよ日ね、本待っのて。旗が。あ、違うか。ここが、西ルアーナ北駅ですね。ドアナ。それで、こっから、あと5分で、お、クラブがある。こう、飛行場なんですよね。なるほど。この飛行場の、ちょっと空を見ると、天文台があるんだよね。じゃあ、この望遠鏡、雲が早い。うん、街並みかわいいですね。うん、かわいい。新
空港北駅っていうのがもうじきありますよ。ね、ここいいでしょ？おもちゃ屋さんというかお菓子、おもちゃ屋さんかな、どうかな。買い食いはいけませんよって。ああ、ここ、お腹が空いて、お店、こたここ。つが。聞きました。これが、新空港北駅ですね。新空港来たよ。で、ここまくでん来ちゃるん、こんばんと、は。ん？追跡のプロ。プランデタリウムがあるんですよね。かわいい。お、飛ほ行ら、機が秋可の愛いでし空気。ょ。なんかね、造形が、なんか素敵なんですよね。それで、このプラネタリウムもなかなか、すっ丁ご寧にい。作られたプラネタリウムで、惑星直列とかいろいろ。本当に見れるんですか？おお、すごい。このプラネタリウムがすごい再現してあるんですよね。本物のプラネタリウムですよ。そう、インちゃん。今のこれでのき作ま者すだよよね。ね。いや、ちゃんと椅子がパターンと開くじゃないです倒か。れますね、ちゃんとすね、背ごもたいれでが。すね。天文私。学に詳しい人ですよ。来てくれた。これ、インちゃんが作ったプラネタリウムなんですよね。初めてお会いします。どうも、こんにちは。こんにちは。それでね、はい、夜、こんた。これは、こちらにコンソールがあって、これでちゃんと全部ボタン一つ一つ、操す作ごでいきるね。んですよ。それじゃあ、ちょっとこの隣の南側に飛行場が、の滑走路ですね、芝生の滑走路が広がってる。ここ、パープルウィングエアフィールドっていうエものアーですフィールね。ド。ここはもうほとんど、多分日本人シムですよね。飛行機もかっこよく。で、このですね、とにかく猫と仲良くしろっていうのは、ここも言ってるし、いろんなところで言ってるんですよね。で、この狭い路地、ここさんさん、が、こんにちは、こんにちは。こっちだ近よー。こんに住ち民の人が、はー。この路地がいいんだよね。じゃあ、あらー、お集まり。それで、この路地を抜けたところに、パープルウィング、こういうことですよね。読み方、パープルウィングエアフィールド。紫の羽だからパープルウィング飛行場駅なんでしょうね。日本語では何て読むんだろうね。芝飛行。紫、うん。もそれはないみたいなんうん、日本語読みを書いてないですね。ね。で、この辺りもどれもとても魅力があって、紫羽飛行大場。らかにこのワーナープラについての、なんか物語が読めるように準備中だったんだよね。準備中だったけど今直してるね。まだ読む。確かね、昔番組で紹介したことがあって、1920年代とか言ってたような気がする。1920年。リカ、お酒、酒場。ああ、かわ店、いい。それぞれ見ない。それで、このルアナプアというのはもう今大改修中なんで、この道があったり、木が空に浮いてたりするんで、また完成した時に来たいと思けど、こちらの方、来たらどうなんだろう。川に落ちるんかな。落ちずに済んだ。いつもこう、道なき道を行きますよね。そう。日なき道を、なんだけども。
道こっちですよ、道、ね、道こっちですよ。練習した方が。ほんまにね。よいしょ。ザトウクジラの公演があったり。あれ、みんな来てんのかな。寄り道してます。あ、馬乗ってるね。はい、座れないで、俺たち、これ、あれ、これかな、さっき座れたのに。あ、かなさん、かなさん。ちょっと待って。今座、あ、来た。やっと座れるわ。はい。よいしょ。はい。はい、まで来ましたね、ボスザルさん。はい、行ってください。はい、それで、ね、こちらを。ちょっと降りると走ね、わだちが、わだちがあってこのトンネルの中入りますね。トンネルの中入ると、まあ皆さん、あの、上しか見ないと思うので、皆さんが見落としそうなところ。走って。ここに、ドラゴンの死体があります。これから、これ、あの、ひよこちゃんなんだよね。ひよこちゃん。地下の住民はひよこちゃんが、虫網使って。それから、この先行くと、ここにダルマ5がいるんですよ。で、何とこにあって、これまたじっくり見てください。集団活動するダルマちゃん。それから、はい、ここから先が、あの、火星のトンネルなんだけど、まあ、単にあの色がついてるだけなんだけども、こちらに行くと、お隣のただの、空き地がありますけど、ちょっと火星に行ったという。これ、火星貫通道。こういう、あの、ユーモアがいいんですよね。いかにも日本の志村らしくて。パッカパッカパッカ。トンネルにちょっと戻ってくださいね。日本の。はい。トンネル戻って。はい。このやっぱりちょっとした SF 感が日本のシムらしいですよね。めっちゃごめんけど。で、あの、元の道引き返して。飛ばされた。飛ばされた。本当に。これ、それで、トンネル出てすぐ左の階段の、はい。はい。で、この。そうするとね、ここにもダルマ5がいるんですよね。なんかこう滑ってるでしょ。うんうんうん、本当だ。滑ってきてる。笹舟で。あ、笹舟来た。これはダルマ5というか、ダルマ6というか。ちょっと。ここにもいますね。はい。続いて、この道を上がると、大きな木がですね、あるんですね。これは何ていう木かというと、これルアナプラシーで、共有画面の方で今、キシミ大将っていう名前らしいんですけども、それで、ちょっとこの木に上がってみましょう。そうそうそう、これ20分で、あ、この坂を上がって、落ちそうで怖い。それで、エレベーターが今上に上がってるんで、呼びますね。どこだったかな。それでグランドフロア、みんな
ケット飛ばした。みんなこれに乗って。サケット飛ばしました。はい。みんな先行ってから後ろから行きよ。あ、はい。じゃあ。そうそう、後ろから。かかります。これでトップフロア。はい。押してあげます。それで、ね、ここにもなんか交通機関があるんだけども、これどうやって読むのかわからなくて、今日は残念ながらこれ取れません。それで、まあ、その他ここに一応コンサート会場があったりしますね。それでダルマがシンボルになってます。ドラゴン。ようこそ岸見山頂上と書いてありますね。頂上なんですね、ここが。だからドラゴンにも乗れるらしいんだけども、ちょっとドラゴン乗り場とかなんだけど、ちょっと時間の都合で。そしてそれでこの下に飛び降ります。とにかく降りれないか。はい、飛び降りて。皆さん飛び降りました？はい、降りれ、みんなの姿が見ないと寂しいな。馬もいるけど。はい。それで、いつもね、だるまちゃんたちが集まってる小学校というかな、に行きますね。これはダルマ5かな。ダルマ5だ。3人組のダルマを探さなきゃいけないな。はい。これ新だるまさん来るんだ。ちょっとこっちかな。もうちょっと、ま、もう見学に回ってるかもしれない。ああ、いた。それで、これにロックオンするよ。みんなはね、これでロックオン。だるまちゃんが散歩してるんだ。うん。それでちょっともうカメラだけで追いかけるので。捕まらないんだ。ケーキ屋さんだね。ケーキ屋さん。それでここでゲットするでしょ。ありがとう。歩き出した。かわいいケーキ。そうそうね、このロックオンした時のこの、なんていうかな、視野が面白いというか。うん。考えてる。帰ってきた。帰ってきた、どうって言ってる。うん、お帰りって言ってるね、どっかで。帰宅して休憩しておいでって、なんかあれ洋服が叫んでる。うん、あれ分かんない。あ、いいね、ケーキ屋さん。えへへって言ってる。どうしたのって。素敵なコスチュームいいよねって、うん、やっぱりドレスが話しかけてたんだ。うん、ああ、素材がいいからって。完全な同意。完全な同意。それから次動くんだよね。そう。あら、どこ行くの？今度はどこかな？あ、
なんかコスチューム。ロジオが入っていきましたよ。エラローズさんの鹿の。ああ、ここにあるんだ。お、階段登ってった。我が家に向かってんだよね。うん。腰どこって。よく考えられてますよね。うん。このちっちゃなツアーライドもいいよね。うん。あ、ちゃんとちっちゃな絵が一つずつあるんだ。そうそうそう。なるほど。この中で何してるのか分かんないんだけど。うん、そのうち出てくるんだよね。あ、出てきた。意外とすぐ出てきた。洋服もらった。ちょっと録画ずれた。でね、これでなんか飛行機を呼ぶんだよね。あ、ちょっとフロートが見えにくい。いやいや違うぞ。何何、うん、飛行機？飛行機って。飛行機。マジで。正解って。飛行機召喚、飛行機召喚、どんどこどんどこ来るらしいよ飛行機。うん、あ、来た来た来た。お、来た来た。あ、これに乗るんだ。呼んだ？これ一人だけかな。うん。ちょっと飛んでよって。はいよー。一人仕様だ。一人なんだよね、これ。ああ、贅沢に一人仕様だ。どうだい？なんか飛んできた。ルミちゃんか。なんか金魚か、なあ、金魚か、鯉か、みたいな形ですね、これね。うん、足が。あ、でも足がついてる。だるま2つ目行くみたい。え、あ、どうだったか、帰ってきたのか。うん、遊ぼうね、最高。はい、ということで一応次に、ここはだるまちゃんの本当はもっといろいろあるんだけども、次に行きたいと思います。はい、だるまちゃん観測に成功ですね。で